トマトの葉の気候。操作型電子顕微鏡により、撮影植物における気候とは、葉の表皮に存在する小さな穴のこと。二つの細胞が唇型に向かい合った構造になっており、二つの後辺細胞の形が変化することによって、穴の大きさが調節される。主に光合成、呼吸及び蒸散のために、外部と気体の交換を行う目的で使用される。 蛍光用途も焦点顕微鏡により撮影された白いヌナズナの気候。葉緑体の自家蛍光、GFP の蛍光光合成の気質の一つであるに、酸化炭素は空気中から主に気候を通じて供給される。さらに、葉の内部で行われた光合成により生じた酸素も気候より排出されるほか、蒸散による 空気中への水蒸気の放出も同様に主に気候を通じて行われる。気候の開閉を調節する要素としては光や水ポテンシャルなどが知られている。例えば植物は水不足にさらされた時気候を閉じることで蒸散を抑え体内の水分減少を遅らせることが知られている。一方で気候は内部組織へと通じているために 病原体の有力な感染経路となっている可能性も考えられている。また、多くの植物において、後変細胞は他の表皮細胞にはほとんど見られない葉緑体を持っていることも特徴の一つであるが、この葉緑体の機能については議論がなされているところである。気候は、苔類を除くすべての陸上植物の放子体世代に存在する。気候の分布と、 数は種によって異なるだけでなく、環境の影響を受けるため一概に述べることはできない。一般的な傾向として、創子用植物の木元では、葉の裏側にのみ分布、双本では通常、葉の表側よりも裏側に多く見られる。単子用植物では、表側に多いもの、裏側に多いもの、表裏の気候の数がほぼ同じものなど多様であるが、環境の影響による変動が大きい。 水面に浮かぶ葉を持つ植物においては、表側の表皮にのみ気候が見られ、水草の水中用においては、気候は全く見られない。なお、英語表記で気候はストーマーであるが、これは古代ギリシャ語で口を意味するシグマタウミューアルファーが語源となっている。光合成の気質である二酸化炭素の大気中濃度は2008年3月現在、 約 384ppm である。多くの植物は日中に気候を開いており、夜間には閉鎖するといった日周性を持つことが知られている。これは光の当たる日中に光合成に必要な二酸化炭素を多く取り込むためであると考えられるが、一方で気候が開かれることにより葉からの蒸散量は増加することになる。 なお2013年には気候の改変をコントロールするパトロール1という遺伝子が発見されている。これを活性化することで人為的に気候を開きに酸化炭素の吸収を促進することに成功している。C3 植物 C4 植物 CAM 植物植物は水不足にさらされて水ポテンシャルが低下すると体内の水分を維持するため気候を閉じて 蒸散量を制限するることが知られている植物ホルモンの一つであるアブシジン酸は気候を閉鎖する作用を持ち水不足に応答して植物体内で合成され蓄積されることが知られている。また外部から葉の表皮にアブシジン酸を与えると多くの植物で気候の閉鎖が見られる。これらのことからアブシジン酸は水不足に応答した気候の閉鎖を誘導する鍵と なるシグナルである。気候は光に応答し、開口する傾向があることが知られている。気候開口に対しては、特に青色気候が高い効果を持つことが知られており、青色気鉱が弱光でも有効であるのに対し、赤色光は強光の場合のみ採用する。赤色光の気候開口作用は、クロロフィルに吸収され活性化されることによる、光変細胞での光合成反応に依存した。 応答であると考えられている。これに対し青子気候は、青子気候需要体に吸収され、シグナルとして作用すると考えられている。青子気候需要体として、クリプトクロムやフォトトロピンが知られているが、気候開口に関与する青子気候需要色素としては、ゼアザンチンが有力であると言われている。白いヌナズナの気候。開いた気候。 閉じた気候気候の開閉には密集性があるが、それ以外でも様々な環境条件に左右される。例えば、光、湿度や二酸化炭素濃度などである。これらの環境に対する気候の応答がどのような気候でなされているかは、未だ完全な解明には至っていないが、後編細胞の浸透圧調節を介した基礎的な気候開閉の気候については解明されつつある。 強光や多湿といった気候の解放が促進されるような条件においては、プロトンポンプが活性化され水素イオンを後変細胞外へと排出することが知られている。水素イオンが排出されることで、静止膜電位からマイナスの方向に膜電位が変化するが、これを埋め合わせるため、アポプラストからカリウムイオンが細胞内に取り込まれる。結果として、後変細胞内の浸透圧が上がり、 水が細胞内に流れ込むことで細胞の体積と膨圧が上昇する。後編細胞の細胞兵器は、肝臓のセルロースミクロフィブリルを形成しているため、体積の上昇に伴い細胞は横ではなく縦に伸長する。両端は隣接する表皮細胞により固く固定されているため、向かい合う2つの後編細胞は伸長すると互いとは逆方向に湾曲することとなり、 結果的に、後変細胞間に隙間が開くこととなる。気候の開閉一方、気候の閉鎖に関しては、アブシジン酸を介した気候がよく研究されている。後変細胞において、アブシジン酸需要体であるパイラ、ピル、ルカーレタンパクが、アブシジン酸を需要すると、影イオンチャネルが活性化され、塩化物イオン等の細胞外への放出を引き起こし、 膜電位が脱分極する。アブシシン酸による細胞膜の脱分極は、細胞膜の H& アトペースの阻害によっても促進されることが示唆されている。この脱分極により電位依存性カリウムイオンチャネルが開口し、カリウムイオンの細胞外への排出も促進される。これらのイオンが細胞外に排出されることで、後辺細胞の浸透圧が低下し細胞内の水が流出するため、 細胞の体積と膨圧が低下する。結果的に、後編細胞がしおれる形となり、後編細胞間の隙間がなくなることとなる。大気中の二酸化炭素濃度に応答して、気候の開閉を調節する、タンパク質として、SLAC1 タンパク質が同定された。このタンパク質は、大気中の二酸化炭素濃度の上昇に伴い、後編細胞から塩化物読や、 リンゴ酸を排出して気候を閉鎖する役割を担っていることが明らかになった。このタンパク質の気質がリンゴ酸であることはメタボロミクスによって解明された。表皮細胞は大きく分けて3種類に分類される。トライコーム、通常の表皮細胞、後変細胞である。これらの細胞は、形状分裂組織の同じ層から発生し、決まったパターンで 表皮腸に配列されることが知られている。後変細胞の発生は、核表皮細胞に分化する前の細胞が、不等分裂するところから始まる。不等分裂で生じた大きな方の細胞は、通常の表皮細胞となるが、小さな方の細胞は、メリステモイドと呼ばれる細胞であり、これが、後変母,母細胞となり、最終的に後変細胞へと分化する。メリステモイドは、 後編母細胞となる前に1から3回の不等分裂を行う。形成された後編母細胞は1回の等分裂を行った後、1体の後編細胞となり、機構が形成される。ありがとうございます。